こんにちは。福岡県久留米市で浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では、福岡県久留米市の浮気調査ができる探偵事務所の見分け方についてのお話をします。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、この3つです。1つ目が料金が明瞭であること、2つ目が対応が親切であること、3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。 1つずつご説明をしていきます。まず料金が明瞭ということですが、今探偵事務所では主に3つのプランの料金設定をしているところが多いです。1つ目が時間料金型。これは調査が数時間とか数日間で終わるという方におすすめです。つまり、調査対象者である配偶者の行動パターンが分かっている方におすすめです。2つ目がパック型。 これは調査が長期間に及ぶという方におすすめです。えつまり、配偶者の行動パターンがいまいちよくわからないという方におすすめですで。最後が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、ここでの対応が親切っていうのは、こちらの話をよく聞いてくれる、で情報を仕入れようとしてくれるという探偵事務所、 これがとてもおすすめになりますで。3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。自宅から遠い探偵事務所に頼むと、いろんな費用がかさんでくることがありますで。よくあるトラブルとして、料金が明瞭でないと追加料金が次々とかかることがあります。例えば証拠写真代いくらというふうにかかってきます。また、成功報酬型ですが、これは 浮気の証拠写真が撮れなかったら代金はいただきませんということを謳っているものですけれども、これ一見良いように見えるんですが、探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので、当然その対価を求めてきます。で、ほとんどはまあ基本料金を別で設定しているところが多いんですけれども、中には浮気していないのが証拠です。つまり、あなたの配偶者は浮気をしていません。 という証拠を得ることができたので、成功報酬をくださいと言ってくるところがあるので注意が必要です。で、そういうふうに言っておきながら、実は配偶者は浮気をしていたというケースもあります。で話を受け流す探偵事務所というのは、いい加減な調査をすることが多いです。情報をそもそも仕入れていないので、いい加減な調査をしてあげく、こちらが思うような結果を得られないということがあります。 自宅から遠い探偵事務所っていうのは土地勘がありませんしまた交通費とか宿泊費とかがかかってくるのでそれは当然あのこちらの方依頼者である当事者ですねこちらの方にかかってきます請求されてきますなので、まあ、いろんなちょっと費用の方がかさんでくるということがありますもっと詳しく知りたい方はより深い内容を別の動画でご紹介していますので今すぐ概要欄をご覧ください